この放送はファイナンシャルプランナー森継先生の提供でお届けしております。森継先生どうもありがとうございます。今月からスポンサーは、えー、ファイナンシャルプランナーの森継先生となります。よろしくお願いします。えっと、昨日ですね、キングコングの漫才久しぶりに見たんですよ。YouTube にね、あれ違法で上がってたんでしょうね。 え、番組のやつですから、あれ上げちゃいけないやつなので、まあすぐ消されると思いますが、これを案内するのもどうなんだって話なんですけども、あの、フジテレビの演芸グランドスラム、あれ時期で言うとですね、吉本の闇営業騒動があった直後ぐらいのですね、演芸グランドスラムでキングコングが漫才をやってたんですよ。肝試しのネタでね。で、まあちょっと闇営業の ことをちょっとオープニング、トップバッターだったからさ、やっぱそこ、いらわんわけにはいかないから。その番組のトップバッターだったんですよ。なので、ここ触れないわけにいかないよな、みたいな感じで、ちょっとその闇営業騒動のこと触れてさ。で、途中ね、なんかね、漫才の途中に、ピンマイクが取れちゃうんですよ。梶原さんの。で、えー、取れちゃって、それに対して、梶原さんが助けてくれよ、みたいなこと言って。 トラブルだよ、みたいなことで。フォローしてくれよ、俺たちファミリーだろう、みたいなこと言って。このファミリーだろうっていうのは、まあ、吉本のですね、闇営業騒動の時の、あのー、他の社長のですね、なんか会見の時に出てきた、吉本はファミリーですから、みたいな、そういうワードを引っ掛けて、あ,つあの、使ってるわけですけれども、まあそういうことを全部ひっくるめて、漫才の中身もそうだし、そういうトラブルの対応とか、 その後のアドリブとかひっくるめて、面白かったんですね。<laughs> 自分たちの漫才をそんなこと言うのもあれなんですけども、いや、めちゃくちゃ久しぶりにキングコングの漫才見たら、え、面白ってなったんですけど。なったんですけどって言われても知らないですよね。いや、多分ね、僕も梶原くんも思うところは一緒なんですよ。実は毎週キングコングで、もう完全アドリブで30分ね。 ぐわーって喋ってどっかで落とすっていうゲームが楽しいんですよ。二人ともやってて。もう漫才みたいなもんですから。即興の漫才を30分でやるみたいな感じですから。あれはあれで楽しいんですよ。で、なんなら普通に漫才するよりもそっちの方が完全に上回っちゃうってる。だから、武道館のさ、あのー、ライブもさ、結局1時間半その形だったじゃないですか。毎週キングコングを1時間半やるっていう。今度の、えー、幕張、 メッセもですね、多分そんな感じになると思うんですけども、あのアドリブでやるのもめっちゃ楽しいんですけれども、なんかスーツ着てセンターマイク挟んで、はいどうもーってやってるキングコング、あ、これはこれでちょっといいなと <laughs>、思いましたね。なんか久しぶりに見て、またどっかでやるかもしんないですね。なんか、それ幕張ではやらない。さっき言っておきます。それはそういう場所じゃないっていうのと、あまりにもちょっと不向きだからね。それちょっとやれないんですけれども、 これちょっとなんか様式美としてやっぱ漫才っていいですね。で、キングコングの漫才いいなっていうことを昨日ちょっと改めて思ったので、またちょっとどっかタイミング見て、えー、見計らってやれたらいいなと思ったという、えと、昨日でございました。あんまり YouTube のやつの動画は進められないのでね、違法であげてるから、見てくださいとは言えないですけども、またそういう機会を作ろうと思います。えー、西野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。 どうも、キングコングの西名貴弘です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西名貴宏エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、勉強代がいらないはずなのに、わざわざ勉強代を払う人たちというテーマで、いや、これもったいなくねっていうようなお話をさせていただきたいと思います。 えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。全国各地で講演会が、えー、続いております、えー。直近のスケジュールを言うとですね、9月の4日がですね、兵庫県のハーバーホールというところであります。そして9月6日はですね、大阪府のですね、東大阪市文化創造館。そして9月11日は、えー、福井県ですね。 ハピリンホール。えー、そして9月13日は島根県。島根県なかなか行く機会ないですよ。えー、ビッグハート、出雲、白のホールですね。そして9月4、14日はですね、大阪府カフェ、サクエバ。これは講演会じゃないかもしれないな。飲み会かもしれない。そして9月25日は青森県でございます。広崎、市民文化、交流館ホール。この後もずらーって続いてますね。海外も入ってますね。 オーストラリアのメルボルンとかですね。えっ、ー、と、11月の18日はニューヨークで入ってます。これは11月の18日はじゅ、あの、講演会じゃないですね。ごめんなさい。映画の舞台挨拶みたいな感じだ。イ,イベントだと思いますが。まあ、ニューヨークの方、お暇だったら11月の18日いらしてください。よろしくお願いします。えー、興味がある方はですね、西野秋の全国講演会で検索すると、スケジュールがバババって出てきます。よろしくお願いします。そしてもう一、 ってんですね。え、こちらおすすめでございます。西野と学ぶ英語勉強会。忙しい方でもゼロから挑戦できる英語学習法というですね。英語のオンライン勉強会が9月9日、え、19時からあります。こちらの参加者がなんと1000名を突破しました。どうもありがとうございます。いや、やりましょう皆さん。もう僕ね、えー、おとといから英会話ちょっと通い始めようと思ってちょっと行ってみたんですけれども、まあこれがきっかけなんですよ。 この、えー、オンライン勉強会がきっかけで、あれ、これなんかちょっとちゃんとやってみたいなと。いつも適当英語でなんか乗り切ってたからさ、観光の時なんかは別に構わないけどね。なんか仕事でってなると、やっぱり全然、あの、僕の英語なんか通用しないもんですから、片言もひどいもんですから、ちゃんと勉強しようと思ったので、 これがきっかけなんですよ、このオンライン勉強会が。なので皆さんね、ちょっとやりませんか ?9 月9日、19時からあります。アーカイブ残りますんで、えー、っと、まあ、タイミング合わないという方もですね、そのアーカイブでお楽しみいただけたらなと思います。興味がある方はチムニータウンのオンラインストアからチェックしてみてください。よろしくお願いします。 そんなこんなで本題でございます。えー、今日はその勉強代いらないのになんでそんな勉強代わざわざ払ってんのよっていうようなお話でございます。まあ、あの、これまでも何度もね、お話ししてるので、このチャンネルのリスナーさんならもうご存知だと思いますが、10月の28日土曜日にですね、幕張メッセで煙突町の踊るハロウィンナイトという大々大,大盆踊り大会があります。 こうたら出演者は発表していないし、当日まで発表するつもりもないんですけれども、まあありがたいことにですね、一般チケット8500枚は完売しておりまして、今現在チームとして向き合っている課題はですね、コンテンツの中身作りやですね、運営面の整理とか、そして予算作りなんですね。 で、この予算作りに関しては隠すつもりは、包み隠すつもり1ミリもなくてですね、えー、言っちゃうとですね、チケットが完売した状態で、えー、約4000万円の赤字であると。これ想定内です。これ分かった上でチケット代安くしてるんで。で、それをどう回収するかというゲームに今入っています。で、この回収劇の打ち手の数々はですね、オンラインサロンの方で逐一共有させていただいているので、 まあ、予算作りの勉強したいという方はですね、ぜひら、ぜひですね、オンラインサロンをチェックしていただきたいなと思うんですけれども、なんだろう、この焦りとか悲壮感はみじんもなくてですね、これはどうだダメかならばこっちはどうだみたいな感じでね、謎なぞとかね、知恵の輪を解くような感じで、えー、ゲーム感覚でやっています。そして着実に、えー、前に進んでいます。この、今はもう4000枚の赤字ではないです。前に進んでいる。もっと減ってます。で、そんな資金繰りの一つとしてね、 えー、今回の煙突町の踊るハロウィンナイトはですね、かなり丁寧にですね、クラウドファンディングを打っているんですね。で、ここまでの数字を共有させていただくと、ちょっと調べたんですよ。えっと、煙突町の踊るハロウィンナイト関連のクラウドファンディングはですね、これまでに4つのプロジェクトが立ち上がっておりまして、この4つのプロジェクトの支援総額が昨日の時点でね、えー、昨日の時点で4747万8500円となっております。 当然、あの、リターン、返礼品の原価も、ここにはね、入ってるわけですから、えー、そしてサイト手数料もありますので、このお金をすべてイベントの制作に充てられるわけじゃありませんが、とはいえね、とはいえさ、イベントを作る際のメインの収益源であるチケット売上とは別に、えー、これだけのお金が追加予算として入るわけですから、まあ、全くバカにできないと。当時ね、クラウドファンディングは詐欺だとか言ってた人たちはさ、 まあ自分たち、あるいは自分たちの仲間、えー、自分の仲間たちからですね、この可能性を全て潰してたわけですから、これは本当に猛省した方がいいと思います。自分の知らないことを反射的に否定するっていうのは、これはもうね、動物とか昆虫のやることなんで、自分や子供たちの未来を守りたいのであれば、今後もですね、その知らないことを否定するっていうのは絶対にやめておいた方がいいのかなと思います。さてですね、えー、今回のクラウドファンディングはですね、支、う、援、ん、と,と呼べるものもあれば、 リターンの中に、返礼品の中に、これは100%支援でしょと呼べるものもあれば、事前販売というものもありました、えー。事前販売をもう少し細かく言うとですね、オリジナルグッズの受注生産ですね。 受注生産なんで、当然注文が入らなかったら作らないわけで、グッズを作ったけど売れ残りましたっていうイベントあるある、えー、イベントあるあるというか、イベント落とし穴あるあるをですね、この段階で全て潰すことができると。で、なんでね、僕が今更こんな話をしてるかというと、これぶっちゃけて言うよ。今回の4つのクラウドファンディングのリターンで出した受注生産のオリジナルグッズはですね、と、の中にはですね、 こちらが想定していた注文数に届かなかったグッズもあったんです。つまりですね、僕もちょこちょこと読みを外してるんですね。いや、彼れこれね、僕20年以上やってきてね、芸歴20年以上よ。で、自分で言うのも気持ち悪いけど、この分野ね、このイベントを作るとか、集客するとかなんか広げるみたいな、この分野では多分僕トップランナーだと思うんですけども、まだ読みを外すんですね。あれ思ってたより伸びないなと。 ただですね、先ほども申し上げた通りですね、これらはクラウドファンディングを利用した受注生産ですから、読みが外れたところで、ノーダメージなんですよ。ダメージないの。なので、勉強代を支払わずに勉強できたといったところで、クラウドファンディングという文化の素晴らしさをですね、えー、再確認しているところなんですけども、このね、勉強代を支払わずに勉強できたというところをもう少し掘り下げたいんですけども、 多くのイベント主催者さんは、ことグッズ販売に関しては、勉強代を払いまくって勉強してるわけじゃないですか。だって、グッズ売れなかったら、まとまったお金払わなきゃいけないんだから。失敗したってなった時は、結構まとまったお金払ってるわけですよね。グッズを作ったことによって、むしろ赤字を作ってしまうこともあるし、あとはさ、これだ。あの、会場のグッズ売り場に並べるグッズっていうのは、 ある程度この点数、商品数を絞らなきゃいけないんですよね。さすがに100点、あの、つまり100パターンのグッズっていうのは置けないわけでね。広さ的にさ、スペース的に。なので、点数を絞ってさ、えー、出品する、えー、商品数を絞ってグッズを売り場になら、グッズ売り場に並べるわけですが、そこでさ、予選落ちしたグッズの中に、もしかすると大ヒット商品が紛れ込んでいるかもしれないじゃないですか。 だけど、グッズは当日の会場で売ると決めた瞬間にその可能性が全て消えちゃうでしょ売れるだろうと思っていたグッズが売れないことがあるように、売れないだろうと思っていたグッズが売れることもあると。で、僕らはこれら全てを読み切ることはできないんですね。できないんだよ、こればっかりは。僕まだ外すんだもん、20年以上やってんのに、まだ読み切れてないんだもん。そんなダメダメな僕らの救済措置としてのクラウドファンディングっていうのが、 あるわけでね。これ皆さんもっとカジュアルにさ、なんかクラファンやるってすっごいさ、みんな意気込んでやるじゃん。やるぞ、勝負だみたいな感じで。いや、そうじゃなくて、 もうほんとテストマーケみたいな感じで、あ、これニーズないんだ、みたいな。あ、じゃあ出すのやめよう、みたいな感じで、もっとカジュアルにクラウドファンディングを活用してみてはいかがでしょうかと。え特にイベント主催者さんですね。グ売れるか売れないかわかんねえグッズを、もう先にわかるわけですから、こんないいことないんで、えー、もっとカジュアルに、えー、触ってみてはいかがでしょうかというお話でございました。今日は勉強代がいらないのに、わざわざ勉強代を払う人たちというテーマでお話 お話しさせていただきましたオンラインサロン西野明洋エンタメ研究所では西野明洋が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2,000 3 000文字投稿しております興味がある方はぜひ覗いてみてくださいそれでは素敵な一日をお過ごしくださいキングコングの西野明洋でしたじゃあまたねすいません最後にお知らせをさせてくださいこれは主に関西方面の方はまあ 体力と行動力と、えー、があれば別に関西の方面の方に限らずなんですけども、にご案内なんですけども、9月の16日日曜日にですね、 えー、キングコング結成の地があるんですけども、私の地元にね、夜景がすっごい綺麗なところがあるんですけれども、そこで西野秋広とガッツリ飲み会、限定15名のガッツリ飲み会がございます。えー、題してですね、スナック西野インキンコンの丘というのが開催されます。これはですね、ちょっと詳細見てみますね。えー、9月の16日の、 18時から20時となっておりますが、多分延長するっていう。西野明弘と金婚の丘で一緒に飲める会が開かれます。15名限定でございます。興味がある方はですね、このチャプターの概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。 えー、まあ、これまで何回もやっている会なんですけれども、主にですね、芸者さん、個人事業主のクリエイターさんが多いかなと。まあ、そうじゃない方もいらっしゃるんですけれども、そういう方が多く集まるような会でございます。そんななんだ、キャピキャピしたのファン感謝イベントみたいなことではなくて、お互いのやってるお仕事のことどんな感じっすかみたいな。 そこでなんか仕事が決まったりなんかするっていう。あ、それだったら僕手伝えるんでやりましょうかみたいな。そういうようなことを話し合ったり。あとはなんかお互いのお仕事のコンサルをし合ったり、みたいな。そういった回、えー、になりますので、興味がある方はぜひ、えー、このチャプターの概要欄からチェックしてみてください。9月の16日土曜日でございます。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野晃宏でした。じゃあまったね